こんにちは、速稼塾の久保です。吉田さん、前回ね、ワントゥーワン動画なり、ワントゥーワンコンテンツなり、すごく良かったんじゃないかなと思いますね。私もね、当初一人のためにコンテンツを作ってました。というのはどういうことかっていうと、速稼塾にご入塾いただいた方に専用のホームページをプレゼントして、そのホームページに追加した、コンテンツをどんどんね追加していって、その人オリジナルの速稼塾のサイトを作るようにしていったんですよね。それが最初の400名に対してしたことですかね。これなかなかね、私なりにいいサービスができたんじゃないかなと思います。速稼塾塾生が集まってもみんな違 うサービス内容になっていたということなんですよ。一人一人の苦手分野とか得意分野に即したそういうふうに特化したサイトになっていたかなと思いますね。はい、それでですね、今日の私のテーマなんですけども、これ1っていうテーマですね。これ1、私が訪問販売してる時に一番最初に、この家にお伺いしようかなと思った家、これをね、これ1って呼んでたんですよ。今日この家で契約取るぞっていうふうなことなんですよ。ここがダメだったらこっち、こっちがダメだったらこっちってあるなって思うんじゃなくて、今日ここで取れなかったらもう今日は何も取れないと思う、そのぐらいの力でね、そのぐらいの気合で、最初の訪問販売のお宅にこんにちはって行くわけなんですよね。でもまあ大体 50% ぐらいは私ね、最初の1件で取れたんですよ。でもこの気持ちがあるもんですから、本当にね、不思議なことなんですけども、訪問販売ってその瞬間にしかその人と会わないわけですよね。で、まあ3分後には契約が決まってるんですよ。もちろんそのお宅の人の声も顔も名前も知りません。ニーズも分かりません。なのに3分後には契約取ってるんですよね。それどうやって契約取るかっていうと、このお宅に行こうかなと思ったら、そのお宅をね、よく見るんですよ。最初は無理だったんですけども、見ただけで何に一番不自由してるかってことが分かるようになるんですよね。これ不思議ですよね。で、今日のテーマはこれ1なんですけども、この人は何に困ってるのかってことを正確に見抜いて、そして最初のコミュニケーションで、あ、正しかったな、自分の見識はな、ってことで、そこに対してセールスをかけていくんですよね。誰しも苦手分野とか得意分野に対してものすごく興味があって、そこを何とかしたいと思ってるはずなんですよ。ですからこちらでもそれを間違いなくアプローチしていくこと、これが前回吉田さんが言われてましたけども、一発で50万みたいなことができるんじゃないかなと思うんですよね。確かに私がね、1000万売ったっていうのも、本当にその人の1000万かけてもいいぐらい、今まで誰にも打ち上げられなかった内容に対してアプローチしてったんですよね。で、1000万の商品買った方には1400万の売り上げを立て出して、まあ、要するに1000万払ったんだけど1400数十万の売り上げを立てて、差額400数十万のね、利益を取ることに、まあ、成功したということなんですよね。まあ、それで当然リピートしてくださいますね、そうなるとね。だから大きい売り上げは立てることができるかなと今感じてるんですよ。ただまあ結構ね、その件は経費もかかりましたんでね、あんまりやることはないかなと思います。いろいろと申し上げましたけども、ちょっとね、これ1についてちょっとお話ししますと、もうこの人のために、尽くしてやろうとかね、まあ、吉田さんもそうなんですけども、いろんな生徒さんがいらっしゃる中で、私がね、速稼塾の中でこれ1って思ったのって何かっていうと、まあ、それぞれの人にこれ1って思うんですけども、特にね、この人は絶対に死ぬまで付き合って絶対にものにしてやろう、何回失敗しても俺の力で復活させてやろうと思う、そんな人がね、いるわけなんですよ。で、その彼は男性ですけどね、やっぱりね、挫折しても何回私に波紋を言い渡されても結局帰ってくるんですよね。要するにその人にとっても私がこれ1なんですよ。この人しかいない、この人が自分の決めた師匠なんだと、ついていく人間なんだと、一生の付き合いをする人間なんだというふうに私のことを認めてくれたということなんですよね、きっと。どっちが先かは分かりませんけど、私もね、こいつをどうにかできないんだったらこれからの速稼塾ないなぐらいの気持ちでやっていったんですよね。まあ、おかげさまで、そういった信念、マインドセットがその彼にだけではなくって、もう全ての人に今向かっているということは、私もね、これ1のはずなのに100人に対して100人分のこれ1が向けれるかなと、100人分の特別扱いですかね、誰一人通りすがりの人はいないし、誰一人その他大多数はいないという考え方ですかね。だから多分ビジネスって、前回とね、同じようなこと言いましたけども、100人に売ろうが、1000人に売ろうが、1万人に売ろうが、そこにはね、1万人という数では分かりにくいけども、一人一人1万を1人かける1万なんですよね。だから一人の人生、一人の夢、一人の挫折、一人の信頼、こういったものが1万個あるだけで、
どれ一人おろそかにしていいことはないかなと思うわけなんですよ。いやそれが私のねできる限りやっていきたいことかなと。1万に対して1万、これ1を送りたいなと思うわけなんですよね。そこギリギリまでねどこまで私も食い込めるか、それが私との勝負かなと思っております。まあ、今日のテーマはねこれ1ということでお届けしました。皆さんにはねこれ1、この人に だけはとかね、このノウハウだけはとかね、このシステムだけは一生使い倒すぜみたいな、このビジネスだけは絶対自分のものにしてやるんで死ぬまで付き合っていくんだみたいなことありますかね。私にとってはね YouTube がこれ1かなとも思いますけどね。それでは失礼します。